カーが来てくれたんだ。コースじゃなくて。ありがとうありがとう。お願いって。さすがだよ、さすが。ちょっとやっぱご機嫌伺いしとかないと、ちょっとやっぱね、途中で機嫌損ねるから。ありがとう。オッケー。ありがとう。はい。土を送る機械で、ここでに土を入れるところです。重たっ、痛い。僕も腱鞘炎になってるかもしれない。腱鞘炎やめよう。やっぱこの機械ちょいちょいメンテナンスしないとやっぱり出なかちょっと一個ミスが。え？なしで今だカットしてください。編集の力っていいな。何遍ミスってもそういうとこ見られるから。でもこれやるまではなんかだいぶ手作業です。児玉さんがクレームを。もうやっぱハンディクリーナーあるだけで去年大変そうだったから。こういう
ですね、まあ、なんでそういう風にオリジナルにしてるかっていうと、ね、普通の今さっきやったやつだとシャワーになってるんですけど、シャワーだとちょっと水の勢いが強すぎて、あのせっかく詰めた土が飛んで、ここのローラーと箸のところでかなりその真ん中に落ちないとか外に飛んでしまうとか、そういうことがあるので、あのこういう風に水が飛ばないようにですね、あと均等に巻けるようにという風に作って、まあ、これ結構試行錯誤しますね、これのようになってます、はい。そうですね。